た。こんにちは、さゆたかさん。いよいよ明日です、クライマックスシリーズ。お前ちょっとさ、お前ちょっともう、はい、あの振り返ろうよ、ちょっと。あ、分かりました。お前なんか横浜なんかはもう疎外感があるよ。そんなことないですよ。いや、横浜もよく戦ったよ。クライマックスシリーズのファーストステージ、うん、セリーグは3戦目まで行きました。そうだね、はい、なんかお前取ってつけたように。いや、そんなことない。いや、でもね、本当戦い方見てると、うん、本当ね、野球って面白いなと思ったし、はい、奥が深いなと思ったし、うん、なんかプロがガチンコでね、はい、あって、こう一試合を絶対負けまいとして戦ってくる、はい、いやー、すごかったな、ゲームはな。だから両チームになんか拍手を送りたいし、ね、勝ち上がったタイガースにはやっぱり横浜の分も頑張ってほしいしね、はい、そうですよね。まあ、高津監督が最終戦で、はい、ね、横浜の皆さんって待ってますからって、はい、これタイガースが来たわけだから、そうです ね、やっぱ頑張ってほしいしね。そうですよね、うん、まあ、迎え撃つヤクルトは優勝チームとして威風堂々とね、はい、戦ってほしいしね。そうですよね、はい、というわけで、はい、今回は、クライマックスシリーズファイナルステージを豊さん、セパともに占うということで、はい、展望を見ていきたいんですが、言っとくぞ、はい、ファーストステージ、はい、セパ、はい、外れたら言っとくけど、ちょっと言っとくけど、何を言うのかと思った。言っとくけど外れた。そうです、言っとくけど外れたと。まあ、横浜が勝つ、ね、うん、西武が勢いに乗って勝つ、うん、全部負けだから。裏目裏目に。裏目裏目に出てる。今回もそうなる。でもやり方一つでは勝てたというふうにね。そうですよね。まあ、そのぐらい僅差のゲームが、はい、やっぱファイナルも行われるということだよ、多分ね、はい。そうですね、うん。じゃあまずセリーグから見ていきたいんですけれども、はい、神宮でヤクルト対阪神というところで、はい、ヤクルトはまずそもそも阪神、はい、DeNA どちらに来てほしくなかったんですか。まあ、どちらも来てほしくなかったよね、正直。だ、引き分け引き分け引き分けで、はい、いや、もうファイナル進めませんみたいな、まあ、そんなことはないけどね、ないですね、そんなことはないけれども、いや、まあ、どっちっていうことはないよね、うん、ただどういうふうな勝ち上がりをしてくるかっていうのは気になったと思う。投手戦になるのか打ち合いになるのか、まあ、打ち合いというか一方的に勝ち上がってくるのかとかさ、はい、やっぱその勝ち上がり方っていうのはすごく気になったと思うんだよね、はい。まあ、お互いに投手力は安定してて、うん、まあ、バッティングの方は DeNA の方がいい、はい、阪神はもう投手力がいいし、うん、まあ、そんなには打てない、はい。ね、ただ足を絡めて点を取ってくるっていうことができてるかどうか、はい、DeNA は打線がつながってるかどうか、うん、まあ、両方ともダメだったよね。そうでしたね。いや、だから俺はその勢いを持ってタイガース阪神がファイナルに行ったというふうには思えないんだよ、うん、で疲弊してると思うんだよね。相当しんどかったと思うよ、やっぱ DeNA の3連戦っていうのは、うん、やっぱ両者譲らずということで、本当にね、繊細にみんな頑張ったと思うんだよ、うん、だからラッキーボーイっていうのもいないよね、阪神。あ、なんか一瞬近本選手だから、まあ、近本が、中野近本っていうあたりが、うん、まあ、ヤクルト側からすると要マークにはなってくるけども、はい、うん、だけどこの2人だけであといいかっていう思う選手が本当いないんだよ。その大山選手の状態どう見てますか。いや、それは悪いよね、うん、でバントも失敗したし、はい、だから非常に辛い。まあ、そうだな、だからそのノリという面では全くないよね。あ、その勢いで突っ走っていくっていう面がないな。勢いよく上がってきたんじゃなくて、まあ、やっと早がやっと来たみたいなそうです、残って残ってっていう、だからそこら辺が少しちょっと心配な材料だね、はい、なるほど。でヤクルトの方はよく言われる、でゲーム感覚が空いて、はい、ね、待ってなきゃいけないという、うん、でも疲弊はしないよね、少なくとも、うん、で昨年も経験してるんだ。そうですね、待ってからの、うん、3戦やってきたっていうことがピッチャー1枚やっぱもう1人後回しになるわけよね、はい、そうです、うん、だから才木なんていうのは本当だったら初戦か2戦目ドーンと突っ込みたかったピッチャーを3戦目で使わなきゃいけなくなったんだよね、はい、DeNA に、うん、だからそれを考えるとやっぱりヤクルト優位って思うよね。で豊さんが青柳投手はやっぱりヤクルトと相性がいいので、そのファイナルステージに行くことを仮定してヤクルトとの1戦目に持ってきた方がいいんじゃないかって。その方が俺は勝ち抜けるチャンスは出てくると思ったんだけど、はい、まあ、使っちゃったから、もうこれはしょうがないよね。前だから明日西勇輝、はい、西勇輝投手、うん、だけしか決まってないわけでしょ。そうなんです。で中後にすれば3戦目に青柳投手を持ってくる。いや、もう中後にするしかないよね。うん、
だから伊藤将司もそうだよね、はい、だから中後にすると思うんだよ。だからそこでまあ西勇輝、俺は藤波、2000年、うん、西純也、おっと俺はね西純也がポイントを握ってると思うんだよ、はい、はい、え西純也はヤクルト戦に抜群に相性いいんだよ、はい、俺は西純也がポイントを握ってると思う。 CS のファーストステージではあの中で使われてたじゃないですか、うん、だからそういう使われ方をここからもするのかなって思ってたんですけど、いや俺は先発でいくと思う。わあ、多分俺だったらそうすると2戦目の先発、まあ、2戦目か3戦目かどちらか疲れ具合だよね。それと常にベンチに入れておくよ。それはなぜかというと代打で使いたい。いやあれねエスコバーのねここのねインサイドの150キロ155キロぐらいのボールこう腕たたんで体開きながら打てないって。しかも1球目ファールで2球目がヒットしましたよね、うん、これねちょっと待ってくれ、話それるかもわかんないけど、はい、岡田監督、はい、二刀流絶対やらせてくれ、間違いなく成功するピッチャーだよ。あ、そうなんですね。あのバッティングはできない野手では。じゃあ本当にその代打要員で取っとくっていうのはあの嘘、いや俺ありだと思うよ。いやあの子のバッティングはね好きだな。なんか高校時代も、まあ、話それすぎだわ。高校時代ももう注目されてたんですよ、ね、当たり前だよお前。プロに入っていきなり開花するかよ。そうですよね。そう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 。あ、じゃあそのもし例えば先発で行くんであれば西純也投手、例えばあの8番にピッチャーじゃなくてもいいわけですよね。あ、6番ぐらいとか7番とかぐらいでいいいいわけですよね。いや多分いいと思う。おー、じゃあ豊さん的には西純也投手がどっちにしてもちょっとこのキーマンになってくるんじゃないかと、うん、だから俺真剣にやったら大山より打つと思う。西純也、いや絶対に、はい、あのバッターとして育てればね、はい、あの大山より上だと思う。いや大山も高いレベルにはいるよ。でもその以上に行くんじゃないかっていう。いや大山がダメだって言ってるわけじゃないよ、うん、全然西純也、そうじゃなくて、うん、大山のクラスにはなるっていう。すごいですねと思うよ。おー、なんかね話はそれたんですけど、ちょっと本当に二刀流みたいですね。まあまあ話それすぎだけどな。はい、で、はい、一方のヤクルトなんですけれども、はい、初戦、先発が岡田投手出ました、ね、はい、で2戦目にサイスニード投手、はい、そして3戦目に、高橋奎二投手というふうに、はい、まあ、昨年と違うのは奥が高橋奎二で来れないというところが、はい、ちょっとヤクルトの不安な材料だよね、はい、ただ小川も今年本当にゲームは壊さなかったから、あのいかに打ってくれるかどうかだよね、はい、でサイスニードもそうだよ、あの時々壊してたけど、はい、でも後半すごく安定感が出てきたし、うん、で高橋奎二っていうのは間に合ったしね、はい、うん、だから間に合ったらそこそこのピッチングをするだろうと、うん、まあ、そういうことを考えて一つのアドバンテージがあるっていうことを考えると、まあヤクルト有利だな。どう考えてももうね疲弊してるから本当に疲れてると思うよ。あの参戦が本当に疲れてる。いやもうねすり減ったと思うよ。1日でそ、ね、休養あったとしてもそれは、いやそれはまあ相当疲れてると思う。だからまあ初戦2戦目、はい、まあ、ここら辺りで阪神が仮に勝てばよ、はい、息を吹き返すけども、はい、初戦負けて2つになるでしょ、はい、アドバンテージがあるからマイナス2つになったらやっぱ追っかけるのはしんどいと思うわ、うん、打者陣もあんまり良くないもん、まあ、状態そうですよね、うん、やっぱ大山にが4番打ってるとか、はい、大山が当たってないとか、うん、2番が固定できないとか、そうですね、でもやっぱねクライマックスシリーズ北条っていうのが何かやりそうな感じがするな、まあ、昨日も逆転のきっかけを作ったのが北条だし、はい、だから北条守備はダメだけどちょっとねなんかラッキーボーイになる可能性を秘めてる選手だね、あの選手は、うん、あ、ということは2番に入れてくる可能性があるよ、ね、右も左も関係なく入れてほしいよね、そうなったら。そうですね、うん、あとはやっぱり大山選手の状態だったりとかってことですもんね、うん、そう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 。で一方ヤクルトの打線というのは豊さんどういうふうに、まあ、塩見だな一番、あのファンファーレとともに打てるかどうか、はい、やっぱ塩見が元気であれば村上も元気になると思うし、村上選手の状態も気になるんですか。いや村上はもうね56号打ったから、はい、これは抜けてるよ、もうもう大丈夫ですか。もうそれはもう完全に抜けてる。あ、
だからまあ何の心配もいらないというね、はい、ただオスナが、はい、まあ、後ろを打つと思うけども状態をこうキープできてるかどうかね、うん、あの後半すごく良かったからさ、はい、だからキープができてるかどうか、うん、まあ、それにかかってるね。あと山田、そうですね、山田選手キャプテン、まあでもあの子もそういう大きな舞台には集中力がこうマックス上がってくるだろうから、俺はやっぱりヤクルトだなと思うね。あとやっぱりその中盤になって中継ぎとか出てきたとしても、まあ阪神はね今年本当にピッチャーが、いや阪神のピッチャーなかなか打てないよ、なかなか打てないけど、ね、ヤクルトのあの村上とかそういうのが立った時にやっぱ怖がるでしょ、うん、一発だったりね、そしたら歩かせるっていう可能性もあるし、はい、そうなってくると打線がつながった時に大量点を取られるっていう可能性はあるんだよね、はい、まあ、DeNA よりはやっぱ怖さを持って戦うと思う。なるほど、打線的にはね、はい、やっぱ長打がヤクルトは多いから、そうですよね、うん、で神宮、まあ神宮、まあ横浜も狭いけども、はい、やっぱ56本打ったやつはいるしさ、うん、オスナはいる、サンタナいる、はい、サンタナなんか開幕戦にとんでもないガチャガチャにされたし、はい、で塩見も1番でホームラン打てるやろ、はい、で山田も打てるよ、うん、まあ、そうなってくると DeNA 打線よりは怖がるよね。そうです、そうなってくるとフォアボールが増えてきて、そこからつながってくると打線がちょっと厄介だよね。そうですね、だから阪神はやっぱ勝機を見出せるんだったらやっぱ足だよ、うん、まあそこの足はやっぱいい、そうですね、あ、うん、だから、まあ、中村か、はい、あ、内山か、うん、平洋かで来ると思うけども、はい、この2人っていうのはソシリスもいいしね、はい、だからそこら辺で足を使えるかどうか、うん、まあ、そういうことだよね、うん、でもヤクルトが有利で、じゃあズバリ、うん、初戦は豊さんどっちが取ると、それは難しいと思う、ね、いや、それはみんな聞きたい、いや、それはあ、聞きたいの、聞きたいんです。初戦西勇輝投手 VS 小川投手ですけれども、接戦なのかある程度点入って、でもね勝ち方がある、うん、まあ、例えば西勇輝が8回ぐらいまで投げてくれたらいいよ、はい、でも5回までしか投げれなくてまたリリーフを使うっていうんだったら、初戦勝ったとしても俺は阪神持たなくなると思う。中継ぎ使ってますもんね、うん、だからもうこれは疲弊って言ったけども、どんどん疲れが溜まってくる、そうなってくると自分たちのパフォーマンスが出せなくなる、はい、だから阪神が勝つんだったら西勇輝が7回8回必ず8回ぐらいまで投げてくれるっていうことが条件だよ、はい、それでも俺はヤクルトが勝つと思う、うん、それでもですね、うん、これはね昨年の経験値が生きてくると思うんだよ。だからやっぱこう DeNA と阪神をね見た時に経験値が違った、監督も含めて、はい、でも三浦監督も2戦目からバーッと修正したけどね、うん、それは見事だったと思うけど、まあ、だけど俺はヤクルトが勝つと思う。初戦ヤクルト行くんじゃないかと、分かりました、はい、さあ続いて、はい、パリーグですけれども、はい、パリーグはソフトバンク石川修太投手で行くというふうにも出ました、はい、で2戦目はまだ出てないんですけど、3戦目に中5日で千賀投手を持ってくるというのをピッチングコーチが、はい、おっしゃってました。で一方でオリックスはまだ何も今の段階で出してないんですけど、もう鉄板で山本来るよ。そうでしょうね、間違いない。で2戦目がおそらく宮城投手で、3戦目が田島投手なのかなと。で山岡、はい、で山岡投手に関して先発でもあとロングリリーフでもいけるようにっていう風に、まあまあそうだろうな、あんまり先発でここのとこ結果が出てないんでね、はい、だから先発から外す可能性もあるよね、うん、山本に石川が投げ勝てばソフトバンク、はい、山本が勝てばオリックス、うん、そうですね、もうね初戦でここは決まると思う。それとやっぱね京セラでやるソフトバンク弱いんだよね、なんでか。なんですか。9勝3敗ぐらいの勝敗だと思うんだよ、京セラでは。へえ。それはやっぱ山本とか宮城に勝ててないっていうこともあるだろうし、はい、やっぱ京セラで打ててないっていうこともあるんだよね、うん、で終盤戦天王山って言われて、ソフトバンクが2勝1敗かすればなんかこう優勝とかなんかそういう時があったと思うんだけども、そこで3連敗したんだよね。だからといって今回それがそのまま出るかというとそうじゃないかもわからないけども、うん、やっぱオリックスは山本宮城万全で来るよ、はい、ここの壁を超えられるかっていうとさ、はい、ソフトバンク打線山本と投げ合って勝てるって言ったら誰だと思う。やっぱね千賀しかいないと思うんだよ、うん、
でもその千賀がやっぱ当てられないっていうことはきついと思うよ、ソフトバンクは。ギータ、柳田選手があれだけ今乗っていてもそれはやっぱ難しいですか？いや、避けられるもん。あ、そうか、避けられるし、山本と、山本がああいう打たれ方をする想像ができないんだよね、はい、西武のピッチャーが打たれたけども、うん、ああいう想像ができないんだよ、山本からすると。そしたら初戦落としたらもうちょっときついと思うよ、ソフトバンクがきつくなってくる。これじゃあソフトバンクが逆にそのオリックスに初戦勝つにはどういう勝ち方しかないんですか？僅差で勝つしかない。 1-0 だったりとか、うん、ってことですよね。足技、そうですね、足技。いや、もうそれしか点の取りようがないよね、うん。まあ、例えば山本からノーアウトでとにかくランナーが出る、うん、で走る、送る、スクイズ、こういうやり方をできれば、はい、2対0で勝つ可能性はある。もうね、1点2点で抑えとかないと、それは山本は点くれないから。あと球数を例えば放らせてちょっとでも早めの回で降板させるっていう手はないんですか、ソフトバンク？いやいや、行けるところまで行くと思う、山本は。ああ、そうか、うん、行けるところまで行く、行く、球数関係なく。やっぱり山本で負けたら、はい、仮に勝敗がつかなかったら昨年の、日本シリーズの二の舞になるっていうことをよく分かってるはずだから、はい、これが経験値だから。うん、だから山本は変えないと思うよ、うん、同点では。そうです、ね、勝ちだったら変えるけど、はい、勝ちだったら変えていくだろうけど、やっぱ変えないと思うよ。じゃあ逆にオリックスがじゃあ石川修太投手から得点する、これはキーポイントになってくる。うん、吉田正尚だよね、うん、そこですね。もうそこだよ、もうそこだよ。あとね、やっぱ中川も成長してるし、はい、頓宮もいいんだよね、うん、だからここら辺の3枚をマークしなきゃいけないっていうところがあるし、でデスパイネが当たってないし、グラシアルが当たってないから、ね、うん、柳町が出てるんだよね、はい、だ柳町がその代わりに出てる人間とすれば活躍はしてるけど、はい、うん、だけどそのオリックスのあの強力な投手陣、はい、打てるかっていうとさ、厳しいと思うよ、なかなか。そうですよね、うん、あの接戦でね、オリックス優勝してソフトバンクあと一歩のところでだったんですけれども、それでもやっぱりなんかさ、とんでもない秘策を見たいよね、ソフトバンク側の山本投手。ああ、いや、山本の時に限りね、はい、何があり、伊藤さんだったら何を考えます？まあ、奇襲だよね、まあ、これは誰が出るかによって、デスパイネが出て盗塁なんてできないしさ、うん、そうですね、いや、だから早めの仕掛けだよね。そうですね、もう、あ、いや、だから、まあ、例えばデスパイネが2打席目出た、うん、よし、ここ勝負と思ったらダイソー送るとかさ、はい、ありですね。ダイソー送ったらおそらくまっすぐしか投げないと思うんだよ、ね、まっすぐでも勝負できる、そのまっすぐを 100% 狙わしとくとかさ、うん、もうそういうなんか戦略的なものがないとやっぱ攻略できないから、まあ、そういう野球を見たいよね。そうですね、ビッグボックス借りてくるか、あの隣に隣になんかヘッドコーチとしてヘッドコーチとして三塁一塁になった時に面白いこと考え出すかもわからない、まあ、そうですね、ビッグボスなら。そうだね、だから、まあ、ヤクルト、セ・リーグの方は、はい、まあ、初戦条件付きでっていうのは言ったけども、はい、パ・リーグの方はやっぱ負けると本当に9割方はオリックスが持っていくだろうなっていうような、そんな感じがするよ。じゃあ初戦はやっぱり豊さん的にはオリックスが、山本だからさ、これ球界のエースでナンバーワンだから。そうなんですよね、だから苦しいって。ほぼシーズンのタイトルほぼ全部取っちゃいましたからね、4冠だからあなた、はい、確かに難しいですね。難しいですよ、はい、その牙城を崩したらチャンスはあるけど、はい、そしたら逆にソフトバンクが行く可能性がある。あ、だから初戦だって、とにかく初戦。そうですね、もう初戦負けたらもう見ない俺は。いや、ちょっと、まあ、そんなことはないけど、そんなことはない。いや、いよいよ、でももうね、クライマックスシリーズがファイナルステージ始まりますし、はい、でこのあと日本シリーズもあるんだよ。もちろんですよ。もうなんか面白くて疲れちゃうよ、俺も。面白くて疲れ。そう、面白い。で、豊さんがね、毎日、はい、あの速報を上げてくださるので、この動画を撮って、そして流れて、初戦終わって、豊さんがさ、その分析を、その試合の分析、どうするのか。そうだよな、はい。ちょっとこれも楽しみにしたいです。はい、ただ、俺、ファーストステージは当たってない、うん、すみませんでした予想大外れ大外れでしたね、はい、ただファイナルステージ今回のファイナルステージでこうだん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 詰まっていくことによって精度は上がっていくと思います、うん、はい、そうですね。